与奈良水道周辺の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成一日証拠の衛星写真。画面左が、西表島、中央やや左上が、オバマ島で、その間の海峡が、与奈良水道オバマ島のチュラ山展望台から望む、与奈良水道オバマ島の細崎から望む、与奈良水道与奈良水道は、 沖縄県八重山郡竹富町の入表島、野原崎と小浜島細崎との間の海峡、石垣島と入表島の間に広がる三五礁である石西章湖の切れ目の一つである。地元では、湯ならゥとも言う。約2万年前の氷期の過酷跡が海面上昇によって海峡となった。幅約500から750メートル、長さ約5キロメートル、 水深は10から30メートルで、北側が深い。オバマ渡る門、オバマ水道と書いた記録もあり、航路や高天寺の避難所として重視されていた。竹富島西側から浜島、香山島、オバマ島の北側を経て、与那良水道までの石西省湖北部の海域は、2016年4月15日に、竹富島滝群口、石西省湖北省。 夜奈良水道海域公園地区として、入り表石垣国立公園の海域公園地区に指定されている。夜奈良水道はマンタウェイとも呼ばれ、南洋マンタの回遊するスクーバダイビングのポイントとして人気が高い。一時期は土地改良事業による産後の被害、鬼人での大発生、マンタの乱獲のために減少したが、近年復活しているとされる。 また、旗の一種の波旗の産卵海域であり、2010年から4から5月の産卵期には期間を設けて保護区とされ、漁業が全面的に禁止されるとともに、ダイビングや船舶の停船の自粛が要請される。2016年には、鬼人での要請が高密度で分布することが明らかになっている。ありがとうございます。